ちょっと横通ったんで寄りましょう。千賀店の寮でございます。前方公園でね、非常に郷が広いんやけどね、戦後はここでみんな魚をね養殖しとったらしいんやけどね、ほんまかいなってそんなこと聞いとんだけどね。ああ、綺麗にやってくれたんね、前方公園を。ちょうど真後ろがね、ずっと真後ろ180度回るとね、こういうことになります。うねび山でございますね。横の池でね、広いやつ見てみましょうかね。ゆれひかね。いや、形分からへんな。これはちょっと待ってよ。だってね、拝礼場があるんやから、古墳の方までやけどね。あ、分からへん。あとでちょっと見てみろかね。この広さですよ、この池。昔々、この、とにかくね、前方公園をくるくる回ってたね、周りを。これ回られへんから、ずーっと、あの奥まで入って、どうやったかな、その辺ができたかな、この滝屋のあたりからね。もう雨やな。そんな、次行きましょう。まもなく左方向です。その先、斜め右方向です。一番手入りますな。申し訳ないことしたら思ってるんですが、先の不当な焼けないし、そうしていいのに言うたんですけど、帰って、小野田に簡単に背伸ばしてしまうから、好きやなかったら、あんなええ顔してませんて。薬も出してくれるんですな。まもなく斜め右方向。お気に入りだったときよりは
大きい。最後どうした？はい、失礼します。およそ600メートル先、目的地付近です。患者さんに余計な気使わせんようにな。この間手術受けて退院しはったばっかりなんだ。この先、踏切です。あの人はお金稼ぐ気ないって母が言ってたのを思い出して。お金いる？え？困ってる？ありましたよ、かぶり餅。およそ300メートル先、目的地付近です。何ですか？行く予定でもあるのかな。どっかね。どっかはどっか。どっかはそこら。もし幸子さんみたいな人が現れて邪魔になったら、まもなく目的地付近です。そんなこと言うから、幸子さんとは何にもなかったって。性欲とかないんですか。目的地付近です。ルート案内を終了します。冷蔵庫の奥の方にある調味料みたいなもんや。タバスコみたいな。そういう若い子なんてカーって熱くなる感じやのけど、ほんのりぬくもりを感じるとか。人肌恋しいって。そうやな、まあ人肌何を言わせやおやん。でもこの12年間父親がどうしてきたか娘には聞く権利がありますよね。ゆっくり聞きます。京都にはしばらくのつもりなの。しばらくてどれくらいやん。好き。小離れできないお父ちゃんとも顔合わせて済むからな。小離れなんかしてるわ。私がずっとここにいると思ってる。結婚なんてするかもしんないし。結婚別に。ミラクルが京都にやってきた。お楽しみに。1週間で1500万。趣味に仙台缶を捧ぐ男にめっちゃあげ。負けて当然、勝って偶然なの。